パンツを後ろ前に履いちゃった時と同じくらいの居心地の悪さを感じます。今日は後ろ前じゃないですよ。確認が必要でしょうか。そうですか。女学生のパンツなんて一日何度見たっていいものなのに。一説によれば、一度女学生のパンツを目にするたびに寿命が3日延びるとも言われています。私が女学生と呼べる存在になってからおよそ4500日、ほぼ毎日パンツを見た私は36年分寿命が伸びたことになりますね。和服や巫女服の時は履かないんですよ。専用の下着があるので。あなたは今、これまで私に見せた中で一番嬉しそうな顔をした。
あなたさえ望むならもーっと嬉しそうな顔させてあげることだってできるんですよ。幸運のおすそ分けです。喉、渇いてたんでしょ？これで世界のバランスは保たれました。それ滝の裏側から透かし見る天の川、本当に綺麗なんですよ。きっかけは案外身近なところにあるかもしれませんよ。そう、例えばあなたのポケットの中とか。
待ってたっすよ先輩。なんですでに怒ってんすか？電話出るの早くて怒られたの生まれて初めてっす。なんすか、お説教のために電話してきたんすか？先輩は私のお母さんすか？産んだ覚えはあるんすか？電話かけてくれたってことは相談乗ってくれるんすよね？ね？ちょっと待って、何じゃ私のしゃ、いや、
なら滝の裏に入れそうっすよ。それにこれ例の飛び石っすよね。真ん中の石の上で祈ったら願いが叶うでしたっけ。探してた時は映えればいいかなって思ってましたけど、なんだか本物のパワースポット感あるっす。わかる。ねえねえ、せっかくだからやってみましょうよ先輩。私があっちから飛ぶんで先輩は。大丈夫。うん、よっ、ほっ、いや、ほーら着いたっす。ねえ、転ばなかったっしょ。ごめんなさい。ありがとうございます。うわ、先輩の胸。願いご…どうしたんすか先輩。先輩、私のお願いは。なんで分かったんすか？もしかして超能力っすか？でもそれは先輩へのお願いで、神様にお願いするのは別のことっす。欲張らせてもらうっすよ。何せ私の手の中には先輩の弱みが握られてんすから。
待って、沈んでく、沈んでく、うわぁ、スマホ、私のスマホ、先輩の願いって？じゃあ、私と恋愛ごっこなんかしてちゃ余計ダメじゃないすか。フラグの方から逃げてくし。とかなんとか言って、私のこと好きになっちゃっても知らないすからね。なんか難しげなこと言ってるけど、私可愛くてかっこよくていつでも自分に自信があって、ソラちゃんもともと恋愛禁止のグループにいたけど、好きな人のためにグループを飛び出したんす。自分の好きに嘘をつかないために、それで私もいつかあんな女の子になれたらいいなって。先輩ひどいっす。祈るって。なるほど。先輩。本当の、叶うといいな。あれ？先輩がちょっと優しい。もしかして私、先輩の塩が治りますようにって願っちゃったかもしれないっすね。やっぱ先輩は先輩だったっす。
でも、先輩。なんで私だけ